開拓暮らしサンタのところアウトサイダーズキッチン伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら料理修行45歳になって始めました。自分納屋にね自分用のキッチン作って、料理を修行する日々です。いろんな人にね教えていただいたり、自分なりに工夫したり、まあ自分でね食材を作るようになって、料理をすることの楽しさが、いろんな人とねまた知り合うっていうことを刺激にして、おいしい、いまいち、おいしい、アウトサイダーズキッチンサンタのところで、まず何から来たかやったかって言ったら、採卵養鶏をやっていますので卵料理ね、でオムライス、今まででもオムライスの動画って撮っとか、そもそもライスまでいつもオムレツ修行で終わってたんですけど、今日はねちょっとお客さんを呼んでねオムライスを食べてもらってちょっと批評してもらおうかなって、こういつもはね自分大体自分の家族に作るっていうことがほとんどなんですけど、まあちょっとねお客さんにたまにあるかクレープなんかはお客さんに食べてもらう機会もあったんですけど、今日はオムライスを作ってみようかなと思います。まあ卵は後で最後ねオムレツ作るんですけど、その前にご飯オム、ご飯何ライスって、チキンライスじゃなくてね、今日なんだかんだでねそのためにすげえ準備してるかったらそうでもなくてね、本当はご飯炊こうかなと思ったんだけど、昨日炊いたご飯が、家のご飯が余ってたんで、ちょっと冷やご飯を使う。本当はね、あったかいご飯の方作りやすいんだろうなと思いつつも、結構残ってるんで、わざわざ炊くのなんだなっていう感じで。あとは、玉ねぎ、ちっちゃいの、去年俺が作ってね、こう、不耕起、耕さなかったらね、土が硬かったかな、水が足りなかったかな。はい。これ、ま、最後残り使い切っちゃおうかなっていう感じの玉ねぎ。それから、冷蔵庫にあったウインナー残り使おうかな。で、玉ねぎ、ウインナー、あとケチャップかね、ケチャップ市販の、ハインツっていうのかな、トマトケチャップ、いろいろねケチャップ市販の試したけど、これが一番こうけばくないっていうか、トマトの味がするなと。他のはまあ美味しさっていう意味ではいろいろあったけど、その調味料の味とかが結構、トマト以外のものがいっぱい、これもねトマトの他に砂糖と酢と食塩とニンニクと香辛料入ってんだけど、それでもなんかまあトマトの味が強いっていうかね、他のはトマト以外の味が結構しちゃって、うん、最近はもうこれ一択ですね、いろいろやった結果。1869年、やっぱ歴史は淘汰されないだけのものがあるんじゃないかななんて思ってます。それでは玉ねぎ切ったりなんだりしてっか。サンタのところフライパンちょっと大きめの欲しくなっちゃうね。で、そうしましたら玉ねぎをフライパンで炒めていきます。
ケチャップチャ、ケチャップライスにはまだまだ伸びしろがありそうだね。あの知った激励、あのお待ちしてます。簡単なところ。はい、そういうことで伸びしろいっぱいのチキンライスじゃなくてトマトライス、違うな、ケチャップライス、はい、ひとまず作ってみました。それで、あとは、お客さん来てから卵を蒸る列を作っていく下準備ですね。下準備します。あの卵を両手でパンパンパンパッパッと、リズムよく、卵を割って入れる練習してるんですけど、これはまあ日々精進あるのみっていう感じで、まだまだこれも伸びしろいっぱいですね。卵12個割りました、いつもね、1人前2個から3個でやってるんですけど、こういう風に、4、5人前を作るってことなかったんで、また新たなやり方というかね、感じでやってます。最近はね、あのチーズ入れたりマヨネーズ入れたりするんですけど、ちょっと在庫がないので、もうちょっと牛乳を大さじ4、チーズ入れました。あとはお客さん来てからやろうかな。ケチャップライス味見してなかった。ほのかにケチャップ、もっとケチャップ足してもいいのかもしれないな、この上に。まあでも卵が乗っかった、これケチャップライスはまたこうより奥が深いというか、卵との相性だから、お互いに生かし合う関係の味の濃さっていうのは、ちょっといろんな人に、中道ちゃんに相談してみようかな。中道ちゃん、ケチャップライスの味の濃さ、今度一緒に語りましょう。サンタのところ。よいしょ。卵3個分ってこれ何 cc？ 見てくれよ。何作ってるの？よいしょ。うん。黄身と白身。難しい。もうちょい。なんか身と白身が混ざりきってなかった感じ。
っくり返ったよね。ひっくり返った。うん、音はひっくり返った。リンちゃんとどっちが大きいの？はい、リンちゃんと。私は失敗しやすいんだな。最初のバルーンにしよう。ひどい。うん。こう人に作るってなるとやっぱ緊張するな。うまくいかない。切った瞬間とろけるかな。すごい。そうでもないね。甘いね。こう切ってとろがなかなかやっぱできないね。ゆういちろうさんのはもしかしてなるかも。もうトローンとならないね、それはね。あ、ちょっと半熟だね。はい、はい、おいしそう。Thank you.